本日前橋市定例記者会見にお立ち会いいただく報道各社の皆さん、ありがとうございます。またウェブ上でのアーカイブをご覧になられる、市民の皆さんにも、お礼をいただきたいと思い、お礼をさせていただきます。ありがとうございます。本日は重要な案件が2つございます。1つはスポーツイベント、そして1つは、日本で最初に、JR 様との連携ができたという、市民の利便性を上げるための連携ができたという報告でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。まず先立ちまして、私の方から2つ、1つは案件外の先立ちまして2つ、1つはこの本日閣議で決定をされました一人用親家庭に対する給付金でございます。まだ議会、本市の議会との調整はまだ行っておりませんけれども、閣議決定をされた一人親世帯給付を、本市としても迅速に行ってまいりたいと考えております。政府からは年内にという指示を受けておりますので、本市といたしましても、23日を目途に調整を始めておるところでございます。もう一つは、本市において、障害者施設における陽性者が幾人か発生をしております。その関係につきまして、本市とすればこれはきちんと抑え込まれている、また障害者の方々が家庭において、感染を拡大するという懸念はもちろんございますけど、それらも含めた、検査体制を行っておりますので、現時点ではクラスターという大きな拡大のリスクがあるものではないと考えております。この2点につきまして詳細説明必要であれば廊下に担当者が待機しておりますので、本会見後お願いをしたいと思います。それでは冒頭案件の最初は前橋シティマラソン、前橋渋川シティマラソンの規模縮小についてです。担当者の前橋まちづくり公社担当者の方がお見えになっておられますので、詳細は彼の方からお話をさせていただきます。第8回となります。前群馬県におきましては最も最初にできましたフルマラソンの大会でございます。多くのファンの方々に走っていただく大会を今回大きく縮小することとなりました。これも、コロナの感染の拡大の中で、やむにやまれず我々が判断した結果でもございます。またこれからの展開を考えましても、また元のような賑やかな大会に戻ることがちょっと難しいのではないかという、そのような見解を私自身は持っておりますし、また群馬県がフルマラソンを県民マラソン、縄文さんなんていう名前だっけ、群馬マラソンを行うこととなっておりますので、重複も避ける意味で、今後の展開につきましてはまたこれから移行してまいりたいと思っております。では縮小の詳細につきまして、担当の尾崎さんからのお話をさせていただきます。お願いします。お世話になります。私前橋渋川シティマラソン実行委員会で前橋まちづくり公社の尾崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。第8回の前橋渋川シティマラソンなんですけれども、日程がですね、令和3年4月の17日の土曜日と18日の日曜日において規模を縮小して開催させていただきます。内容といたしましては、まず4月の17日にですね、前橋総合運動公園内に、3キロの周回コースを設定しまして、こちらを7周走っていただいて 21.097 キロ、こちらハーフの距離の換算になるんですけれども、で翌日の18日の日曜日に渋川市の総合公園の中にあります 3.5 キロの周回コースを6周回走ります。でこちらの方も、21.097 キロという形で、この両会場
2日間で、2回以上走っていただいて 42.195 キロを走るマラソンという形の種目を1つ設定いたします。でその他にですね、4月の17、18日どちらか1日を走る、ハーフマラソンの種目についても設定して実施をしたいと思っております。で定員につきましては、マラソンの方がですね、400名で、17日、18日、いずれか1日のハーフの方が、200名という形で、設定させていただきました。で参加費については、マラソンの方が4000円です。で、ハーフにつきましては3000円という形です。で、エントリーにつきましては、1月の18日月曜日から、開始をしたいと考えております。で、定員になり次第、締め切りという形で考えております。シティマラソンの説明につきましては、以上です。これより案件ごとに質疑に入ります。上毛新聞の斉藤さんに進行をお願いいたします。上毛新聞の斉藤です。よろしくお願いします。質問なんですが、まず今回2日間にマラソンは分けてということなんですけども、この理由を教えていただきたいのと、あと当日のコロナ対策、何か具体的なものありましたら教えていただきたいんですが、まず2日間にしたというのがですね、冠自体が、前橋渋川シティマラソンという形になりますので、両市を走っていただくという考えからですね、前橋で1日、渋川で1日という形で開催をしようという形で考えさせていただきました。でコロナ対策なんですけれども、一応日本陸連 の, マニュアル等にのっとりまして、しっかりと対応したいと考えております。で、健康状態申告帳ですとか、そういう形を参加者の方にお渡しして、1週間の経過観察、また終わった後の2週間の経過観察等をして、それ一つでも項目がある方にはちょっと参加を自粛していただくような形を取りたいと考えております。ありがとうございました。各社さんありましたらお願いいたします。すみません、朝日新聞です。2日に分けているのはコロナ対策ということではないですか？そうですね、一応漁しようという形、人数を縮小したので、そちらの方がコロナ対策という形にはなるんですけれども、じゃあ2日に分けたというのはコロナ対策ではないという？いや、ただすみません、2日間で、400人とトータルが600人という形になるので、一応600人、600人という形の対策ですね。はい、集まらないように2日に分けたというのは？はい、そうですね。はい、あともう一点ちょっと細かいんですよ。21.097 を2回走ると、42.194 なんですけど、21.0975キロでいいですか？一応はい、いいです。 ありがとうございます。群馬テレビの三角です。今回人数を縮小したということですけれども、例年ですと何人の方が参加するイベントになっているんでしょうか？はい、例年ですとフルマラソンの定員が3000名ですね。で5キロが、1000名という形で、去年、中止になってしまったんですけれども、去年の全部のエントリー数が5135名という形だったんですけれども、5000ですか？5135人ですね。3000と1000 で、 あとファミリージョギングと小学生とかの 1.5 キロとかいろいろ種目があるもんですから。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと足りないフルマラソンのようでございました。さて、いよいよこれからお話になることは画期的な、全国のモデルになるようなお話だと思っております。スーパーシティを目指し、マイナンバーカードによる利便性を高めていく、その思いの前橋、そして JR 東日本様のスイカカード、私もスイカ入れさせていただいておりますけれども、このモバイルスーカにもしマイナンバーが載ったらどんなに便利でしょうか。その思いを持ちまして、今回 JR 東日本様とのカード連携、そして各種サービスを提供できることとなりました。
通常行っております我々のマース実験をはるかに高度化できるものである。それによって新しいモバイルの可能性にチャレンジする、まあ、その思いで、今回の連携ができますことを大いに期待をしております。まあ、本日は JR 東日本の木村社長様にご同席をいただいておりますので、社長からもご挨拶そしてお話をいただきたいと思います。ただいまご紹介いただきました JR 東日本の木村でございます。今山本市長様のからお話がございましたけれども、今回のこの前マースとですね、私ども JR のググッと群マースの連携ということで、大変貴重な機会をいただいたということで嬉しく思っております。私どものググッと群マースはですね、この4月になりますけれども1回実験を行っておるんですが、なかなかコロナ禍ということで実績の方が難しかった状況がございましたけれども、今回は2回目ということでございます。そして今回の特徴、私どもの目的等についてですねお話しさせていただきますが、4点あるというふうに思っております。まず1点はですね、この前橋市様で行われている前橋版マース、こちらをご利用の方々がですね、私どものググッと群マース、これは観光型でございますけれども、主ないろいろなコンテンツがありますが、デジタルフリーパスというのが大きいのでありまして、これは主に群馬県内で2種類のパスになりますけど、これをですね、前橋のマースを使われている方がこういった列車のちょっとした旅なんかにでも使えるというようなメリットがあると思っております。2点目がですね、我々のこの観光型マース、これについては群馬県外の方もですねいろいろ来ていただいて、この群馬県内をいろいろ回っていただけるサービスを用意しているわけですが、今回連携することによって電車で前橋まで来て、前橋から今度バスに乗り換えたりタクシーに乗り換えたり、まあ、そういったことができるということで非常に面白い取り組みになっているのかなというふうに思います。それから3点目でございまして、今回のこの連携によりまして、前橋それから JR 東日本の持っていますいろいろなさまざまな蓄積ですね、データとそういったものを相互に利用し合うというようなメリットを感じております。そして最後の4点目でございますけれども、これは私ども JR としましてもですね、運輸業をなりわいとしておりますので、ぜひお客様にシームレスな移動を提供したいという大目標があるわけなんですが、こういった目標にもですね資するものになるのかなと、人々の移動が活性化するのかなと思っております。ただまだコロナ禍が続いている状況でございますので、私ども気をつけて安心してご旅行いただけるような取り組みをですね引き続きやっていきたいと思っております。それからモバイル統計空間というサービスでですね、1時間ぐらい前までのデータでどのぐらい混んでるのかっていうのは500メートルごとのメッシュでもってですね、お客様を見ることができるというサービスもありますので、そういったものも活用していただければというふうに思っております。以上4点でございまして、いずれにしましてもこのスマホ 1台でシームレスに移動できるというようなサービスをですね、この前橋様と一緒に取り組めること非常に嬉しいと思っております。マースだけに頑張りますということで、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上でございます。交通政策課の入澤と申します。よろしくお願いいたします。本市では市内の交通再編の有効化と利便性の高い前橋版 MaaS の環境構築を目的として、 IoT や AI を活用した新たなモビリティサービスの社会実装に向け取り組んでまいります。令和2年度前橋版 MaaS の実証実験は前 MaaS として令和2年12月21日から令和3年3月12日に実施いたします。なお実証実験については令和2年9月4日に設立いたしました前橋市新モビリティサービス推進協議会にて各関係事業者と連携を図り実施していきます。
マイマースとは、JR 東日本の提供するスマートフォン向けウェブサービス、ググッとぐんマース上にて提供する前橋市民向けサービスの全般名称を指します。JR 東日本が提供する群馬県及び栃木県の一部エリアの観光向けコンテンツと、前橋市が提供するこれらの前橋市民向けコンテンツを単一のマースプラットフォームにて提供することで、観光型と生活型が融合したマース環境の構築を検証してまいります。また官民の連携事業として、周知チラシ等を作成し、周知活動にも連携して取り組んでまいります。羽賀富士見地区にて公共交通不便地域の解消およびデマンド交通サービスの高度化検証を目的に、 AI 配車タクシーとして新規のデマンド交通サービスの実証実験を実施いたします。既存のデマンド交通のバス停方式のサービスとは異なり、ご自宅から目的地までの前橋市では初となるドアツードア方式にてサービスを提供いたします。また羽賀富士見地区の地区外でも5カ所の指定された乗降ポイントでの乗降が可能です。 AI 配車タクシーの予約は MaaS からの予約が便利ですが、電話でも予約が可能です。大子宮城春川地区富士見地区で運行している既存のふるさとバスルンルンバスの予約を MaaS にて一元化して実施もいたします。なお、これらの既存のふるさとバスルンルンバスにつきましては、従来通り電話予約およびアプリでの予約も引き続きご利用いただけます。そして今回の実験の最大の特徴ですが、交通系 IC カードとマイナンバーカードの紐付け登録をすることによって、デマンド交通利用時に交通系 IC カード1枚で市民認証を行い、運賃の割引を実施するサービスを提供いたします。対象となるモビリティはふるさとバス、ルンルンバス、AI 配車タクシーの3つのデマンド交通となります。購入する路線バス、デジタルフリーパスの購入時にも本システムを活用し、割引料金での提供を実施いたします。こちらがデマンド交通の車両内に設置する IC カードリーダー、ミスターハントとなります。まず交通系 IC カードで市民認証をするために一度タッチをします。認証後に決済として再度タッチをするという流れになります。実証実験の検証にご協力いただける方を対象としたモニター募集会を実施いたします。対象となりますのはスマートフォンをお持ちで、各種実証実験にご協力いただける前橋市民の方となります。なお、ご協力いただける方には実証実験で使用できる500円分チャージ済みの無記名式スイカカードを JR 東日本さんのご協力もいただきまして配布させていただきます。募集会の日時、会場につきましては12月15日号の広報等に掲載させていただきます。前橋駅を中心とした約半径3キロ圏内の前橋市共通運賃区間の150円区間と200円区間およびマイバス4巡間の路線にて、対象の路線バスが乗り放題となるデジタルフリーバスを提供いたします。150円区間では中心街や欅ウォーク、200円区間では新前橋駅やルナパーク等に行くことができます。有効状態となったスマートフォンのフリーバス画面をドライバーに提示することで、エリア内でのバスが乗り放題となります。また、MaaSでの交通系 IC カードとマイナンバーカードの紐付け登録を活用し、市民割引料金も提供いたします。フリーパスにより、バスでの移動をぜひお楽しみください。中央前橋駅、前橋駅、欅ウォーク間を走行するシャトルバスにて、顔認証のサービスを実施いたします。マイナンバーカードを活用しまして、事前にご登録をいただくと、5G を活用した公道走行実験中の自動運転バスを含めたシャトルバスで顔認証での手ぶら乗車体験をご利用いただくことができます。本サービスについては2月頃の実施を予定しております。詳細につきましては改めてご報告をさせていただきます。市内200以上の飲食店、小売店等の施設情報を掲載発信いたします。また路線バス、デジタルフリーバスをご利用中の方はフリーパス画面を一部協力店舗でご提示いただくことで、お得なクーポン特典をご利用いただくことができます。
商業との連携につきましては、マース環境構築の取り組みの中で重要なポイントであると考えております。今後もさらなるサービス拡張やマースを活用した企画等の検討を進めてまいります。今年度の実証実験実施スケジュールとなります。まず JR 東日本が提供するググッド群マースにつきましては、令和2年12月21日から令和3年3月末までとなります。その中で前橋市が提供する前マースサービスについては、令和2年12月21日から令和3年3月12日まで実施いたします。令和3年度以降の取り組みにつきましては、今年度の実証実験の結果を踏まえ、市民に寄り添った便利で使いやすい、思わず公共交通を利用したくなるようなサービス環境の構築を目指し、取り組みを進めてまいります。以上で事業の報告をとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、幹事社の常務新聞から何点か質問させていただきます。ですね、まずこの、いろいろ盛りだくさんの内容なんですが、主にこういったサービスはどういった層にこう、利用を想定しているのか、ちょっとお伺いをしたいのと、あと市民への、周知方法について考えていることがあれば、教えてください。よろしくお願いします。まず対象となる層につきましては、デマンド交通につきましては郊外部の自家用車等でなかなか移動が困難な公共交通を利用しづらい方々を対象としております。また中心市街地でのバス路線のフリーパスにつきましては、中心市街地に前橋の中心部をご訪問させるすべての方々を対象としております。周知活動につきましては12月15日号の広報にまず掲載をさせていただきます。以降、ホームページ等の、ホームページ等のネットでの広報やまたチラシ配布等で十分な周知活動を行っていく予定となっております。
理解としては主に市民が対象ということでよろしいんでしょうか。観光客というよりは市民ということで主に市民の方を対象としておりますが、市外の方ももちろんご利用いただけるサービスとなっております。すいません、この前回すなんですけども、この JR 東日本さんのアプリの中に専用のこの前回すのページがあるという理解でいいのか。そのような理解となります。ですいません、あとですね、顔認証のところなんですが、これ具体的にはこうどういうような形で、認証をするのか、利用する側はどういった登録が必要とか、そういうことについて教えていただきたいんですが。すいません、詳細につきましてはまた後日ご報告の場を持たせていただければと考えておりますが、基本的にはバス車両内に顔認証の、カメラのような装置を設置させていただきまして、車両内での認証を想定しております。がやっぱり必要、写真撮影とかって顔の写真です。そうですね、まだ決まってない。そこの登録の部分では、トピックの小林でございます。よろしくお願いいたします。マイナンバーカード認証機能の方を提供させていただいております。顔認証登録につきましてもですね、お手元のスマートフォン等でマイナンバーカードを読み込み、さらにですね、自分で顔写真を撮っていただいて顔認証登録に自然登録をするという形で、乗り降り時にはバス側にあるカメラから顔を撮ってですね、乗り降りできるというような仕組みを想定してございます。じゃあそうするとスマホで、利用者は登録作業をすると。おっしゃる通りです。で、その認証カメラっていうのはバスの中にあって、そこで本人の顔を認識すると。おっしゃる通りです。わかりました、ありがとうございます。はい、各社さん、他に何かありましたらよろしくお願いします。すみません、読売新聞佐野と申します。いつもお世話になっております。マイマウスについてなんですけれども、目的と対象についてなんですが、ですね、市民の方が対象ということなんですけれども、郊外の公共交通を使いづらい方々ということは、免許を持っていない子どもの方とか、もしくは前橋の場合高齢者の方が対象になるのかなと思うんですが、そういう理解でいいんでしょうか。はい、郊外部のデマンド交通のご利用者につきましては、主にそういった、自家用車での移動がなかなか困難な方々が対象となると考えております。わかりました。運転が、なかなかしづらいですとか、あるいは運転に不安があってで免許を返納された方々に利用してもらうことによって、以前ちょっと痛ましい事故がありましたけれども、ああいった事態が起こるのを防ぐとか、そういった狙いがある。その通りでございます。わかりました。それからですね、中心部については全ての人が対象ということですけれども、資料の中に持続可能な街づくりのためにというのがどこかに、あったと思うんですけれども、これは CO2、自動車を走る数を減らすことによって CO2 を削減して、SDGs 持続可能なまちづくりを実現するというようなことでよろしいでしょうか。はい、そういった狙いももちろんございます。わかりました、ありがとうございます。日経新聞の古田です。こちらの顔認証と 5G を使った実験について一点確認させていただきたいんですが、この顔認証による技術とこの 5G っていうのは、これセットでなければならないのか、それとも独立した実験になるのか、そのあたり。たびたびすみません、トピックの小林でございます。基本的に技術としては別々のものではあるんですけれども、バス車内にあるカメラで顔画像を撮って判定するためには、動画等のですね、高画質な情報を流す必要がございます。その意味で 5G とは非常に親和性の良いサービスではないかというふうに考えてございます。じゃあやっぱり 5G でなければ、実現できなかったサービスという。そうですね、よりですね、判定時間が短くなったりとかですね、認証の精度が上がったりという意味で、4G でできないかというとできないわけではないんですが、5G の方がよりクリアな顔認証ができるという点でございます。ありがとうございます。
JR 社の方から何か不足がございますか。マイキークリスマスコンサートということで、開催します。こちらの、前橋町中音楽祭の方々のご協力いただきまして、何度か今までもコンサートやってたんですけども、クリスマスコンサートは初めてということで、先日も駅中でですねピアノ等をやりましたけども、今回はクリスマスに初めてコンサートをやりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後1点だけ市長にちょっとコメントなんですけども、今回いろいろマウス関係で発表があったんですけれども、今回メニューが揃ったということで、市長としての思い、一言聞かせていただけないでしょうか。そうですね、今回のググッと群馬マウスとの連携というのは、逆に僕たちは今、域内の住民に対する利便性を高めようとしていましたけれども、逆にお客様が JR で、立ち寄っていただく方々に対する、さまざまなおいしいものへのサービスもできるということで、そういう意味でマースの充実したところにはお客様が域外からお立ち寄りいただける、そういうチャレンジが今回できたということが、新しい今までの支店の外にある新しいチャレンジだろうと私たちは喜んでおります。これができたのも、JR 東日本との連携、そしてトピックスやあるいは NTT データあるいは未来シェア、そしてバス橋、タクシー橋、さまざまな群馬大学、さまざまなコンテンツホルダーのこの結束によってできたということだろうと思います。また今回はそれぞれの商店の方々も何か頑張っていただいたということです。オール前橋の技術力と美味しさとコンテンツが、JR によって、前橋に立ち寄られる全ての人の皆さんに提供できる、そういう意味で新しい局面にいよいよ進化したかなと考えております。以上でございます。はい、それではどうぞ。では案件のご説明は以上でございます。ありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、本日の定例記者会見を終了させていただき、させていただきます。説明員の方々ありがとうございました。また素晴らしい進化しますので、ありがとうございます。皆さんありがとう、ありがとうございます。案件外でご質問いたします。市長にお伺いたい、したい、案件でございます。議会の方でも、この県議会館に関してですけれども、答弁があったかと思うんですけれども、はい、改めて、市としての方針をですね、まずお聞かせ願いたいんですけれども、議会、前橋市議会で私が答弁した内容は、一定期間の間、前橋市そして群馬県との連携の下で、前橋にございます県民会館の機能を維持していきたいということを県が呼びかけていただきましたプラットフォーム、前橋そして群馬県の連携による活性化プロジェクトプラットフォームによって、知事さんと議論をしてまいりたいと考えております。で、一定の期間、機能の維持を、求めていくと、こういう話出ましたけれども、これまずどういう理由でですね、この一定期間維持していきたいという結論に至ったか、その理由の部分をまずお聞きしたいんですけれども。全体の私の知事への要望の中身についてでございますか。要望、そうですね、はい、どういう根拠を持ってその維持というところを進めていきたいのか。今まで群馬県が維持、設置をされた県民会館、知事さんからの今回の呼びかけというのは、今回の知事が発表されました当初の予定、
っていうものにとって私たちが、まあ、自らの施設域内にある施設として、まあ、何らかの一定の関与が必要ではないかとそこに思い立ったしその観点から思い立った次第でございます。今市長がおっしゃったその一定の関与というのはその市としてその維持に携わっていくという そういう理解ですか。まあ、それも含めてプロジェクトチームの中でどのような形で本市と群馬県の連携の中で機能が維持できるのかどうかそれはこれからの議論であろうと思っております。そうすると、まあ、県の方はですね、まあ、30億円という、まあまあ、かなり大きな額の、まあ、万が一修繕をするとなるとかかると、ただそれでも、音響の設備であるとかあるいはバリアフリーということに関しては完全な形ではこれは回収ができないだろうというような見通しを出しています。そういった中で前橋市が、まあ、先ほど市長がおっしゃったようにその維持というところに関与していくとなるとこれは当然財政的なものもこれ伴うというふうに思うわけなんですがそのあたり市として、お金を出していくということに関してはこれは検討する課題としてこれ上がっているんでしょうか。まあ、それらも含めてプロジェクトの中の議論としてさまざまな検討がなされるんだろうと思っています。まあ、その検討の中で、まあ、検討されるというのはそうなんですけど市としてそういった用意があるというふうに市としては考えられるということですか。まあ、私たちが立地している県民会館を多くの市民にとりまして重要な施設である。その中で私たち自身も汗をかく必要がある。その度合いを、その内容を今後の議論の中で検討していくということだと思います。その度合いというのは、まあ、ちょっとこだわるようで大変恐縮ですけれども、やはりその財政的な面も含めて度合い、関与の度合いというのは検討していくというふうに考えてよろしいですか。それは少し私もそこでここで予見できるような発言は控えたいとは思いますが、まあ、我々にも我々が別にやるべき財政も財政需要もございます。まあ、その中で私たちは私たち前橋としてできうるパートをそれが私が今ここで申し上げられる全てでございます。それらも含めて、記者さん、勘太郎さん、市川さん、元市川記者、それらを も含めて議論させていただきたいと思います。まあ、今回、まあ、見直しということに対して、まあ、様々な声がこう上がっているというのも熟知していまして一方でやはりクリアすべきはその財政的な部分ではないのかなというふうに個人的に思うんですね。要望書も先日出されましたけれどもやはり市民に愛されている、これまで文化芸術の中心であったとこれはもう至極その通りだというふうに考えるわけなんですが一方で県が示す、その改修費30億円、プラス年間の維持費、まあ、これを解決しない限りはやはりこう議論としては、まあ、前に進まないのかなというふうに考えますので、まあ、この財政的なところというのはちょっと私もこだわる。そうだと思います。それもちろん本市としてももちろんこだわります。まあ、この検討会、県と市の検討会の中でそこをまあ含めて議論をしていくということで、そうだと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。私も見て今の県民会館の件で私からもちょっと伺いたいんですけれども、10月の末に、県と共同で記者会見をされて、相互に行政のスリム化と活性化を図るというような話を伺っていたんですが、市長のコメントとして当面、県民会館の機能を維持するというようなことが、まあ、各種報道であるんですけれどもですね、施設、現有施設の、施設そのものを維持しなくてもですね、スリム化を実現しても、まあ、いろんなものを組み合わせれば機能自体は維持できるんじゃないかとちょっと私考えまして、機能を維持するっていうことをイコール施設の維持ではないのではないでしょうか。
というところを聞きたいんですが。そうですね、イエスで。私なりにやっぱりあの知恵を使って市民県民に対するサービスはできる限りあの機能として発揮したい。でもそれが今佐野記者のおっしゃられるようなフルスペックのままであるということまではないのではないかと、必要ないのではないか、それらも含めてだからこそあの東京支部様さんがおっしゃられるようにこれから議論していく。で財政がどのくらいの裏付けがあるのか、そして我々がそれを知恵でその課題感を乗り越えられるのか、そういうことなんだと思っております。よろしいでしょうか。これでちょっと繰り返しになりますけれども、あの市長のコメントとしてはあくまで機能を維持していきたいということであって、言いました、あの報道ではあの報道側のコメントとして市長が存続への意思を示したというふうな報道のされ方をされているんですよ。それはちょっと違うんじゃないかなと私は感じていたので、まあ、ただ私の言葉に機能の維持を当面の観点表現 の、あの報道機関も多数あったとは思っていますが、了解しました。ありがとうございます、よろしいでしょうか。まあ、いろいろ悩みながらあのこれからも進めていくしかないと思います。あのこれからの自治体運営というのはやっぱり知恵、市民の力、そして我々の努力、まあ、そういうものの組み合わせの中でしかなり得ないと思います。まあ、従いまして今回もいろいろあらゆる観点からこの問題も議論していきたいと思います。またあの一方では今回報告しましたようなスーパーシティ、これに向かっても省力化することによってコストダウンし、その分で市民の暮らしを支えられるんだというメッセージはこれから常に発していかなくてはまいりません。次回自治会になろうかもしれませんけども、スーパーシティの登録に向かってのお話もさせていただき、そして市民の皆様にも少しちょっと心配だよとか、マイナンバーなくしたらどうなんだろうとか、さまざまな意見はもちろん承知しております。おとといの情報誌でございましたが、スーパーシティを目指す以上やるべきデジタルデバイドの向こう側をきちんとケアせよというあの論評も見させていただいております。それらを僕たちはやりながらコツコツと市民の理解を取りながらやっています。それ以上に市民に対してこんな便利な社会、こんな効率的な社会がシステムがあったのかという意味であの理解を求めていく、まあ、そんな努力をしてまいりたいと思います。まあ、今回の、県有施設の課題も同様にあの一つ一つあの知事さんと議論しながら市民に向かって、理解を重ねていく、まあ、そんなような思いでよろしいでしょうか。はい、皆さんありがとうございました。以上をもちまして本日の定例記者会見を終了させていただきます。